中国、人口14億人という超潤沢な市場を持ち、 GDP は世界第2位まで驚異的な成長で上り詰めてきた。一体中国とは何なのか。この動画では中国の歴史を始まりから習近平政権まで一気に覗いていくよ。4000年もの中国の歴史を一個一個今から学んでいくの？そんなに勉強する気力ねえよ。中国って王朝だけでめちゃめちゃ多いんだよ。しかもその上登場人物もアホみたいに出てきて漢字ばっかりだし、俺はもうこの動画やめとくわ。待って、そりゃ細かいところをやりだしたら気が遠くなるけど、このチャンネルでは中国の歴史的流れの超超重要なポイントだけを抽出し、中国の歴史的枠組みだけを解説していく。4000年の歴史も超コンパクトになるからこそ恐ろしいぐらい中国の理解が進むんだよ。それをこの動画で体験させていく。でもそんな重要なことしか説明しなかったら、それはそれでスカスカすぎて意味なくね。スカスカどころか、教養のロイヤルゼリー級に超濃厚に、さらに重要なことだけが歴史的流れと一緒に整理されるから、超有用級なコンテンツに仕上がっているんだ。もうこの動画に出会ったあなたはめちゃめちゃラッキーとしか言いようがない。この中国を知ることは受験生は絶対だけど、社会人の方も専業主婦も良い子も悪い子も絶対見る価値がある。そもそも中国とはどんな歴史を歩んできたのか、教科書なんて今更読めないし、その歴史を知らないから今のニュースを見てもピンと来ないんだ。だからこそこの動画では中国を初めて勉強する人にも全体の流れを一発で理解させ、さらにもっと勉強したくなるようアニメーションでしっかり印象付けていくよ。確かに中国ってどんな国なのか、こういった機会じゃないと俺死ぬまで知ることはないかもしれないよな。だったらとりあえず見てみるか。ありがとう。まず中国の歴史だけど、王朝がやたら多い。でも安心して、歌で暗記すれば一瞬で覚えるから。それがこれ。一周春秋戦国新全漢新五漢三国新南北朝隋唐五代草原民心中華民国中華人民共和国。この歌の順番で中国の物語は進んでいくから、今どの王朝の話をしているのか忘れたら、ぜひ鼻歌を歌いながら見返してほしい。では前説はこの辺りにして、4000年前の中国へレッツゴー。中国は北の黄河、南の長江に分かれ、人が住み着いていき、中国文明は始まる。黄河は雨も少なく、米も取れず麦ばかり。もっと雨が降ればいいのに。一方、長江は温厚で雨も豊富。うほほ、米取り放題あるに。すでに北、南で差が出始めながら、人々は樹液に群がる昆虫のように集落を作っていくのだ。この集落は遊と呼ばれ、さらにいくつもの遊をコントロールする大遊が雨の少ない黄河から出現する。これが中国で初めてできた王朝、殷なのである。さよなー、このひび割れ方は、お前は明日死ぬ。ひー、そんな。殷では甲羅を使った占いが強く信じられ、このような神剣政治で他の遊をコントロールしていた。疲れた。ダキ、愛しとるぞ。絶世の美女ダキにより殷王朝の政治は腐っていたのだ。税金高すぎちゃう。出勤不利。殷の宴は庭園の池を酒で満たし、肉をそこら中の木にかけて贅沢三昧。出勤不利とはこの腐った殷王朝からできた言葉だったのだ。結局、ふざけんな殷王朝、やっちまえ。ガー。腐った政治で殷は崩壊、王朝は殷から周囲。周王朝は血縁関係で統治する大家族経営として中国支配を進めていた。我が息子、お前らには土地を与えるから、お前こと土地していけ。王権制。メディタンキュー、おしゃ、土地すんぜ、うおー。さけ、地方は息子に土地を任せた。あいつは。うおー、女ども、愛情だ。この時も絶世の美女により周王朝も腐っていた。結果、ギャー、異民族強度が侵入してきたぞ。
政治腐敗と異民族侵入で周王朝はどんどんと力を失っていった。親父の周王朝、異民族から誰が一番守るのにふさわしいか戦いで決めるじゃん。俺が一番に決まってる。何を、俺こそ周王朝を守るぞ。どやー、そんなジョイ、尊敬する王様を守り異民族を倒す。この尊王攘夷という言葉が生まれたこの時代は春秋時代と呼ばれ、周の王朝もまだギリギリ生き残っていたが、いや、わしへの忠誠心はありがたいけど、お前ら身内同士で何してんだよ。あ、てか、あれ、うわぁ、もう周とかどうでもいいわ、俺が一番強いんだよ。いやいや、全然森を守る気ねえじゃねえか。ガオいつの間にやら尊王攘夷は消え、周王朝は滅び、この中国で一番強い奴がこの国を治めるという戦国時代へと切り替わっていった。いやいや、なんかずっと中国荒々しいな。女に溺れるわ、国内は戦が続くわ、中国は落ち着くことはねえのかよ。そこでこんな野蛮な中国に現れたのが中国のコンサルタント諸子百科だ。やはやこの戦国時代をどう戦いに勝ち、どうやってチームワークを発揮させるか、完全感覚ドリーマーには全くダメあるね。アドバイスを諸子百科の総家たちに教えを請うよ。なら徳を積みなはれ。人はほんまええ人や。24時間戦いますか。人は何者にでもなれる。そんな溢れかえる様々な思想家諸子百科の中でも群を抜いて超有名なのが孔子による儒家だ。年上はしっかりといい行動を行いなさい。年下は年上の行いを素直に受け入れる。年功序列こそチームワークの理想なのだ。ふむふむ、なるほどあるね。いやいや、年上ってだけで敬ったりさせる孔子の考えって古くね。完全に年下差別じゃん。人間みんな平等、上下で差を設けるのおかしいんだって。何を、とにかく春秋戦国時代を通して多くの思想が中国に蔓延する中、ついにこの争いに勝ち抜く国が現れる。中国が北から南までついに初めて統一した国が現れた。その国の名は秦。その秦の王の名が、我こそ始皇帝である。チームワークは全部欲しい、やりたいことは全部やりたい、いつだって自分が大好きな自分で、届きたもの全部めでたい、大切なもの全部守る、自分が大好きな自分を作る。